神とは一体何なのだろう。誰よりも強い存在、それとも誰よりも尊敬される存在だろうか。そもそも神とそうでない存在との違いは何。神は月のように遠い存在で、私たちは永遠に彼らを崇めて追いかけるしかないって誰が決めたの。最初から違いなんてなかったのかもしれない。神の座につくのは誰だっていい。光よ、私が憧れ続けた手の届かない月の光よ。認められたくて神を名乗るのはもう終わりにする。夜よ、私を苦しませていた苦難に満ちた闇よ。私は嘘にまみれた夢から目覚めて人々と一緒に歩んでいく。これからは私自身が月明かりになる。